伊藤平蔵から1929年5月2日は、戦前日本の図書館専門家、イタリア学者、旧徳島藩士。文部省で東京図書館等に勤務した後、イタリアに留学し、東京外国語学校等でイタリア語を教えた。大日本教育会書籍館で日本初の図書館、講習会を創立し、私立大橋図書館、東京私立日比谷図書館、 私立佐賀図書館、横浜市図書館の創立に関わった。安政3年12月21日、徳島藩市、山内俊一の三男として生まれ、伊藤八郎左衛門の養子となった。本籍地は、淡路国。1874年、明東県の官比で、東京外国語学校普通語科に入学した。1880年9月3日文部省、報告局に勤務し、 教育雑誌で、フランスの教育論等を省略した。1882年4月専門学務局に兼務し、文部省市有書籍幹部分を寄贈した。1885年11月学務2局に転じ、12月11日、東京図書館に兼務した。1886年3月4日、非職となり、イタリアに留学、パリで旧藩主の在フランス特命全権講師。 八塚餅かちきに学費を借り、1887年から、ベネツヤ商業高等学校で日本語を教えた。1889年1月頃、慢性腎臓炎にかかって帰国し、帝国大学病院、公立静岡病院で療養しつつ、3月4日文部省、専門学務局、東京図書館に勤務した。1888年12月医学協会通常、委員となり、 一時期自宅に事務所を置いて異国信用組合を出版するなど活発に活動した。1890年5月24日、大日本教育会に入会し、1893年8月、辻新寺の依頼で大日本教育会書籍監視官を務め、地方への貸し出し事務等に関わり、地方各地に通俗図書館を建設する必要性を実感した。 日清戦争開戦後は、イタリア関係の仕事に戻り、1897年5月陸軍、参謀本部付通訳生となり、12月辞職した。1899年9月10日、東京外国語学校講師、1900年9月28日教授となり、1902年3月3日から、東京美術学校、東京音楽学校でもイタリア語を教えた。 1902年、田中稲城の推薦で私立ー大橋図書館建設設計に関わり、6月15日開館、19日主事となった。1903年1周年を記念して図書館事項講習会を開始し、日本における図書館員教育の講師となった。日比谷図書館、一方、1900年には東京市教育会長サブで図書館設立案に関わり、 1905年、東京市通属図書館建設設計案調査委員、1906年9月10日、日比谷図書館開発準備主事となり、1908年3月、辞任、5月退職した。1907年には、宮城県知事、亀井秀三郎の依頼で、宮城県立図書館の改善点を調査報告し、 大橋図書館員中島種男を主任に据え、1913年建物を改築した。1912年9月頃腎臓炎が再発して、腰痛を併発し、1913年3月、外国語学校を退職した。校長、村上直次郎による排斥とも言う。1913年1月留学中に知り合った、鍋島直弘の依頼で、 佐賀図書館創立委員となった。1914年2月11日副館長となり、4月ニューヨークの事例を参考に、三輪自動車による配達貸し出しを試み、1917年10月館長となった。1920年3月佐賀図書館を退職して東京に戻り、横浜市図書館建設事務所主任を務め、百二十一年六月十一日、 開館して館長となった。1923年関東大震災で大きな被害を受け再建に奔走した。1925年1月辞任して横浜市図書課長となり、1926年12月退職後も神奈川県学部課で視察指導員等と,として指導や講演を続けた。百二十八年八月満州、朝鮮を旅行し、大連。 長春、武順、皇天、平壌の図書館を視察した。1929年5月2日午前1時死去し、4日、青山斎場で葬式が行われた。墓所は、鶴見町総持寺。横浜市中央図書館に所蔵されているもの。ありがとうございます。